首位を走るエスパルスは地元でグランパスと対戦。エスパルスは再三グランパスゴールに襲いかかりますが、シュートミスやグランパスディフェンス陣の固い守りに得点を挙げることができないまま前半を折り返します。しかし後半開始早々ゴール前の混戦から堀池、エスパルスようやく1点を先制です。さらにコーナーキックのチャンスにトニーニョが頭で合わせ2点目。エスパルスはグランパスの攻撃を1点で抑え逃げ切り、首位を守りました。すでに4敗、もう負けられないヴェルディとブリューゲルスの一戦。前半6分、武田のシュートは惜しくもゴールポスト。日本代表候補から外れた武田、ファルカン新監督の前で意地を見せたいところでした。さらに攻めるヴェルディ、しかし武田、ビスマルクのシュートはキーパー森の攻守に阻まれます。一方、フリューゲルスフリーキックのチャンスに名手エドゥ、こぼれ球を前田がシュート。今度はヴェルディ菊池がナイスセーブ。結局0対0のまま延長戦へもつれ込みます。延長後半2分、ゴール前フリューゲルス服部が頭で落とし、これをアマリージャ、得点ランキングトップに並ぶアマリージャの V ゴールでフリューゲルス7連勝です。首位争いを演じているサンフレッチェはジェフと対戦。前半は攻守のバランスが崩れ調子の上がらなかったサンフレッチェ、後半に入って変わりました。日本代表候補から外れた高木が意地の大暴れ、立て続けに2ゴールを決め、あっという間にジェフを突き放します。さらにチェルニーが3点目のゴールを決め、結局3対1でサンフレッチェは2敗をキープ、首位戦線にとどまりました。アントラーズは地元でレッズを迎えます。前半黒崎のゴールが決まります。アントラーズ先制。後半に入ると長谷川、そして PK をアルシンドが決めて3対0と大きくリード。レッズは福田が2試合連続ゴールを決め1点を返します。その後両チーム1点ずつ加え4対2、アントラーズがなんとか逃げ切りました。ガンバ対マリノスはシーソーゲームとなりました。1対1の同点の後、ディアスからのボールをメディナベージョがゲット、アルゼンチンコンビの連携が冴えています。一方のガンバも後半、キャプテン磯貝が PK を決め再び同点。しかしマリノス、エンジンのかかってきたディアスがこの日2点目のゴールを決め勝負あり、マリノス勝ちました。ジュビロ対ベルマーレ、最初の得点はベルマーレナツカの自殺点。しかし中山が PK を外すと試合はベルマーレに傾きます。後半34分にビランジーニャの同点ゴール、3分後には大本のラッキーなゴールが決まり、ベルマーレ逆転勝利をものにしました。J リーグ10節を終えての順位表です。エスパルスが首位をキープ、7連勝のフリューゲルスが2位に上がりました。ヴェルディはまた星を五分に戻しまして5位となっています。さてこちらご覧ください。ファルカン新監督率いる日本代表が発表になりました。はい、若い顔ぶれとなっています。ラモス、中山らが辞退したために、石川、はい、大竹、三浦文武、ジョーが新しくメンバーに入っています、はい、より新鮮なラインナップですね。うん、もうそう聞かれても全然わかんないですけど、まあ、この間の人たちと全然違いますね。武田、堀池もいませんし、前回のカタールから見ますと3分の2が入れ替えと、この初代表というのがずら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 っと並んでいるんですね。これさ、サッカー協会で決めたんじゃなくて監督が決めたんですか。監督が、この30日間で20試合を見て決めたということですね。そういうところ、名前が珍しい JFA、 J リーグ入りを目指す JFA で柏レイソルの開幕戦、注目はエースストライカー、全ブラジル代表のなんといってもカレカです。そうです、75日。しかし NTT 関東で厳しいマークがありましてね、なかなかゴールが割れないんですが、しかしついに試合終了2分前、ディフェンダーを振り切りましてね、決勝ゴール決めるんです。ここからセンタリングでボレーシュート、見事でした。1対0。もうこの間のカズの、ね、V ゴールを見るようでした。そうですね、まあ、彼が長い、サッカー人生の中で初めてという今のパフォーマンスね、印象的でした。